これ地獄絵図っていうんじゃないですかね。これこれは地獄絵図っていうんじゃないですかね。いやこれはすごいね。あのリオレウスアッシュとリオレイヤとリオレウスの三つどもえだからね。いやあれだね、どう考えてもこれはもう三角関係のもつれってやつですね。あれどっか行った、リオレウスアッシュ、あアッシュどっか行った、あオッケー、あれだね、やっぱリオレイヤのこの選ばれし旦那さんは原始だったってことだな。というわけでさよなら。とリオレウスアッシュ借りに来てます。まだ買ってなかったんでね。ね、まあ今更な、まあ今更なんでリオレウスアッシュなんだよって感じかもしれないけど、ね、まあまあまあ取ってなかったんで、まあ、一応取っとくかっていう感じで、まあとりあえずまあリオレウスアッシュめっちゃ飛ぶってことで、まあ先行玉一応持ってきたんですけど、まあ先行玉で落としちゃあの芸がない。ヘビーボーガン使ってんだったら打ち落とせっていうやつなんで、だから今ヘビーだから、まあ先行玉あまり使わないように倒してみようかなって思ってます。よし打ち落とすか。そうこの動きがねやばいよね。あやべ落ちたん、あいいね、大回復ミツムシじゃないですか。ここにいたのか、よいしょ、まだ取ってなかった。はい、いただき、まあ、なこんな状況でよう取ってられんなって感じもしないですけど、まあ狩りには余裕が必要ですわ。さあていくか。おっとっとっと、とりあえずスリンガー先行ターセットしといてっていう感じで、お前そんなとこ入んの？お、あそこに休んでんじゃん。いいね。よし、じゃあ、一落っこちてもらおうか。あそこで休んでんでしょ？だったらいいじゃん。一落っこってもらおうぜ、ここで。確かこの辺りだったかな。はい。よし、オッケー。はい、さよなら。よっこいしょ。じゃあ、俺も行くか。よし。無限の彼方へ、さあ、行くぞ。あ、行けなかった。いやー、地獄絵図だな。おお、危ねえ、危ねえ。おお、オッケーオッケー、リオレイヤーが落としてくれたみたいだな。じゃあ、今のうちに、あれだな、あの残裂弾、尻尾に打ち込んでいこう。てか、尻尾、こんな柔らかかったっけ、こいつ。あ、オッケーオッケー、あ、切れた。あっさり切れたな、随分と。もう一匹来たな。なんだ、リオレイヤーか。危ね、危ね、危ね、危ね。避けんのに一苦労だぜ、お前。いや、お前、飛ぶの好きだね。羽疲れない？そんなことに、そんな風にやってて。絶対羽疲れんだろ、お前、そんなことしてたら。おお、なあ、ずいぶんあっさり終わったな。あ、やべえ、俺、尻尾剥ぎ取ってくるの忘れたな。あー、出た、そういう。とりあえず、まあ、リオレースアーシュの討伐でした。で、先行弾使わずに撃ち落としてやるとか言ったけど、結局撃ち落とせずじまいか。なんかちょっと悔しいな。なんかヘビーボーガン使いとしては、なんか、先行弾じゃなくて、撃ち落としでなんとか撃ち落としてやりたいっていうか、そういうやつがあったんだけど、まあ、それはできずにって感じかな。まあ、あれはね、久しぶりにやった割には、なんか、まあ、なんだろう、拍子抜けだったね。なんか、あれ、あのなんか超鬼畜飛行モーションだけかって思うと、そんな脅威もなかったかなって感じかな。まあいっか。よし、じゃあ今回はここまでってことで、どうもご視聴ありがとうございました。ちなみに、最初の挨拶してなかったのはデフォです。はい、失礼します。